記号 CU 記号フワちゃんを最後までスルー。タレントの指原莉乃に対し不満の声が上がっている。指原は、なんとか元気にやってます、と綴りつつ、8月13日に自身のインスタグラムを更新し、アメリカ・ヒューストンを訪れたとして、空港で撮影したと思しき8枚の写真を投稿した。これに、アメリカに逃げた、危機管理能力だけはすごい、という反応が噴出したのだ。現状、指原に人々が期待しているのは記号CU記号であるフワちゃんの騒動に対してのアクションだ。しかし、騒動後初となる投稿ではそれについてのコメントは一切なかったことになる。芸能記者が話す。指原の前回投稿は8月3日でした。しかし、そこにはフォロワーからフワちゃんに関する返信が殺到してしまったため、コメント欄を閉鎖するなどの事態となりました。致し方なしという見方はできますが、そのやり方がまるで記号フワちゃんの話はするな記号オーラが漂っていたと不満げなフォロワーは少なくありませんでした。話しづらい案件であることは間違いないが、それでも親友が、芸能界追放という大ピンチでスルーの態度を貫く指原に、冷たすぎるという意見が出るのは当然か。芸能記者が続ける。同じく、フワちゃんと親友と言われている歌手の青山テルマは8月11日に更新したインスタグラムで、一般人男性との結婚を報告しています。彼女もフワちゃんに関してのコメントは一切なし。ピクセルの CM 放送中止騒動がありましたし、青山にとって小さな問題ではなかったはずです。でも、何の反応もないのです。指原と青山の立場からすれば、フワちゃんに触れると自分が炎上してしまうと危惧しているのかもしれませんが、まるでグループで観光霊が敷かれているかのようですね。二人と同じくフワちゃんと親密だったのは、みちょぱこと池田美優。彼女は8月10日に都内で3回目の結婚式を行ったと翌日のインスタグラムで報告したのだが、実はこの結婚式に当初はフワちゃんも出席予定だった。しかし、騒動を受けて当日に出席をキャンセルしたという。フワちゃんの記号親友記号たちには、世間から容赦なくビジネス親友という冷めた反応が。とにもかくにも、フワちゃんの愚行は投稿相手の安子だけではなく、多くのタレントたちに思わぬ波紋を広げてしまったことは間違いない。また次の動画でお会いし、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。私のビデオを見てくれてありがとう。